はい、ナスをこう植えたいと思います。支柱を4本 V の字に立てました。次に3本支柱を立てました。今度支柱の下を丸く切って、そこにナスの苗を植えていきたいと思います。はい、ナスを植えるために今切っています。ここの下に苗を植えていきたいと思います。ねえ、あれ取って穴掘るやつ。あった。なんかここ硬い。昨日ホームセンターで買ってきた苗を一晩水につけておきました。本を見ると30分ぐらいと書いてありましたが、一晩つけ忘れて寝ちゃったから。一晩つけたまま寝てしまいました。今日つけたまま買い物に行ってしまいました。はい、植えた後ここに水をまいてはいけないそうです。理由としてはナスの苗が水をあげなくても成長できるんだ、ここは水があるんだということで頑張って伸びようとしなくなるそうです。根がね張らなくなるんだって。水がないとね、水を探して根が伸びるんだって。でもどのくらいの間、どのくらいの間やらなくていいのかは本を読むのを忘れちゃった。千両二号ちゃんです。はい、できました。できました。紐あとは紐と支柱をちょっと結べば完成です。方があればいい。八の字結び、この辺でいいのかな。こんな感じ。そんな感じで苗が伸びても大丈夫なように苗の方は柔らかく結んでください。はい、支柱の方はしっかり縛っていいと思います。はい、ここでいいですか。はい、いいです。邪魔にならないように切っちゃった方がいいよね。はい、ナスの横に虫がつかないようにバジルを植えます。そうすることによって虫がより寄ってこなく、まあ寄ってきても苗を食べたりはしなくなるそうです。さっきちょっとトマトのところ近すぎたからね。バジルは100均で2袋100円で買ってきたバジルです。距離的には30センチぐらいの場所に植えてみたいと思います。この距離が合っているかどうかはちょっと分かりません。家庭菜園をするときには本を1冊買ってしっかり読みながらやってください。うちも本を買って読んでるんですが、畑に来てしまうとやり方をすべて忘れてしまいます。でもここでやった後部屋に入ってもう一度読むとやり返すといったことが出てきます。でもそれも家庭菜園で楽しみの一つだと思います。はい、バジルが入りました。